かゆいな。お腹は空いたな。食べるものがなくなったな。どうしようかな。誰かが僕のご飯を作ってくれてる。あ、そう、作ってくれるや。じゃあ、もうちょっと待とうね。食べても食べてもお腹がペコペコやね。俺の胃袋は一体何出てきてんね。まるで鉄の塊でも分解できそうなよだれが出てくるよ。僕の食欲は尋常じゃないね。ちょっとご飯の量倍に増やしてくれんかな。今日のメニューはボンカツだと聞いてますが、いつもご飯が少ないからイライラしてストレス発散するで。僕の食欲をなめるなよ。僕の食欲は半端じゃないんだよ。僕は言ってること聞こえてるのかな。聞こえたら返事せよ。早くご飯くれよ。麺まだ時間かかるの。やっほー、ご飯できた。飛んでいくで。飛んでいくで。コロニク、激うま。とんかつって、こんなにうまかったす。肉食べてる感じが、尋常じゃないな。肉が、肉肉しい肉だ。これは、ご飯が欲しくなるらす。本当にうまい肉を、噛みしめる喜びに、口の中が、打ち震えてる。てきうまい。うますぎてガチでやばいわ。ふかけたソースのうまさに僕の舌が踊り出すわ。こんな肉なら永遠に食べられる。そんな気がしますな。食べたくて食べたくてたまらなかったとんかつを、このうまさ、この厚みに感無量になるわ。今僕が噛みしめてるものは肉の形をした幸せだ。なんか名言を言ったような気がするな。もう一回言ってみようかな。今僕が噛みしめてるものは肉の形をした幸せだ。今日もアピのおかげで満腹だ。僕の胃袋は大満足してるわ。急に取らんといてよ。恥ずかしい気持ちをごまかしてちょっと噛んじゃおう。痛かった。ごめんな。ごめんな。ごめんな。にゃーにゃー。恥ずかしい。恥ずかしい。急に取らんといてよ。恥ずかしいわ。もうええから。だから取るなってば。やめろっちゅうね。